ピックアップ小江戸ル。はい、ということでですね、えっと二回目のご登場でございますけれども、ええ田村健二さん、はい、ええ吉本興業の田村健二さんではないですよ。そうですね。はい。よく間違えられます。間違えられます。田村健と言われます。田村健と言われますか。まあ筑波ばの田村健ということで。そうですね。はい。すごいでも筑波ってすごいですよね。ええ超郊外という噂もありますけども。でもあの僕来たかったんですけど。はい。 押っ陽一さんと接点あるんですか。あ、いえ、残念ながらちょっとだいぶはい離れていますので。どういうことなんですか。それってどういうこうあの立場関係というか。いやあの専門が違うので全然建物もあの場所もはいそ組織も違うので合うことない接点がないですね。はい。 でも同じ筑波大学の教授ですよね。そうでいや僕最近ね落合陽一さんの音声をよく聞くんですよ。YouTube に結構上がってて。そうですか頭いいっすよねあの人。頭の回転が早いですね。早いですね。落合伸彦さんの息子さんなんですよね。ああそう。作家さんの落合伸彦さんっていいますよね。なんとなく名前はしてたんですけどその息子さんでメディアアーティストでもあるそうではい。すごい話題ですね。 大学でも有名です。あ、本当ですか。はい、あの、大学のホームページにいつも載ってますね。筑波大学って、でも、僕、大学の中では、結構画期的な大学だなと思うのは。そもそも、筑波大学、大学って、こう。ベンチャー企業。は起こすじゃないですか。そうですね。はい。僕も、そう、関わった時あるんで。はい。最大決戦ね。筑波ブレンズに関わったんですよ。素晴らしい。はい。はい、あの、事業に。あの。事業のために、会社を起こしてた。あ。

他人にも実は再対決の幹細胞だったらできるっていうそのことをね意外と僕いろいろ詳しかったっていうそうですか初めて聞きましたそうでしたっけだか佃煙大学とかって結構ね興味がありますあこれ言っても大丈夫でしたっけ大丈夫ですあ大丈夫ですあっ大丈夫田村さんのこんな活動をしてるってことも大丈夫なんですよね別にあもうだいぶ広がってるみたいですねあれそうねライブの時に生徒さんとか来てましたもんねそうですねはい 面白いよな、みんなニコロコしましょうで。<laughs> そうですね、盛り上がってました <laughs> あ,、はい、<laughs> ありがとうございますあでもやっぱり教授がエンターテインメント活動するっていうのは <laughs> はい ちょっと刺激にはなりますよね生徒にとっては。そうですね。あと同僚の先生方もあの生き方を見つめ直す必要があるとかいうメールが来ましたね。自分自身のあのあいや見つめ直す必要ってその人自身がですよ。はい。あのこういう本にあの紹介いただのいただけるとうちうちが回避が助かるんです。いやでも本当に生き方を考え直してほしい。はい。いろんな先生がそういうに言ってくれ。 マジっすか。はい、あの、じゃ、僕、お役に立ててますね。そうですね。ああ、でも、文学を読んでると、なおさらでしょ <laughs> そうですね。あの、いはい、深い生き方ができるかなと思いますね。あ,<ー>あといろんな生き方ができるんじゃないかなっていう気がしますね。ね<ー>だから、それは、学生の教育にも、非常にいいと思います。うんうん、その、もう、例えば、専門だけをやって、専門ばかって言われてる先生が。やっぱり、学者の中に多いって言われてますけども、それではダメで。 やはり全部いろんな点、多面的なものを全部知ってなくちゃいけないと思ってるんですね。うん、うそういう面では、文学っていうのは欠かせないし、ね、芸術っていうのも絶対することはできないと思いますね。そう,すねうそういう中で、あの、うん、筑波大もいろんな多方面で、そういう活躍できる人材を。うんうん、あの、かなり放出してると思います。確か,確かに、確かに。まあ、そういう意味で言うと、はい、やっぱり落合陽一さんなんかがやっぱ代表的なモデルになるわけですか。はい そうですね。それああいう生き方をしなさいっていうか、まああのそれがあの、うん、やはり社会に対する波及効果も非常に影響力も出てくるということで、うんうん、それが専門家がそれをするということが、うん、やはり筑波大学の学問の発信ということで非常に重要だと思っています。いやそうですよね。はい、だってそうだよな。お茶栄一さんとかも、もちろん田村さんも歌はもうやってるし、アクティブじゃないですか。 本当に、でも普段やられてるのは地質学の。あ、土壌なんですけど、土壌。土壌オタク。土壌オタクです。いや、じゃ、土壌学というのは。土壌学。土壌学。土壌学ですよ。なんか土壌のオタクなんですけど。もそうですね。あの教授という肩書きがで、くんでまあ、良かったなっていうところなんですけど。それが好きなんですよね。そうですね。はい。 いやでもどう,どうなんですかその土壌っていうのは実際にその先ほどちょっと中国のことおっしゃってたじゃないですか中国やばいんすかあのいろんな点で問題が、うん、例えば郊外問題って日本で何十年も前に。うんうんあ 70年代には非常に大変だったと思うんですけども、うんはい、その数十年遅れて中国では特に水質汚濁とか、うん、あの大気汚染も PM2.5 とかさまざまな問題があって土壌も同じで土壌汚染っていうものがいろんなところできてますね。えちょっと待ってください土壌汚染っていうのは、はいはい、例えばその日本の場合だと原発が原因で汚染されるじゃないですか。はいはい 中国別に原発放射能汚染ではなくて例えば重金属汚染とか日本では昔痛い痛い病とか病ってありましたけども中国でもそういう鉱山開発とかそういうようなろ周辺やあとは大企業は工業を生産したそういう排出物そういうものの規制が緩かったんじゃないですか。今は、 多分変えてると思うんですけどもそういう汚染が広がっているんですね、えーはい、あとはもう一つは砂漠化の問題でしょうか。 はい、中国では非常に深刻になっています。<え>あの内陸ですね。大陸ですから、はい、内陸は半乾燥地なんですね。はい、それでもっと多く行くと、桜間間、砂漠とかあの、はい、北の方行くとゴビ砂漠ってあるんですけども、はい、そういうようなところ。周辺が草原地帯なんですけども、はい、そこもすごく荒れていて、<ー>あのどんどん砂漠が広がっています。えー、そうなんですか。はい、それで春先の。 日本とかですね、あの降砂、うん、が飛んできて健康の被害があの東アジア全体にあるっていうのがそういうことですね。<あ>はい、その砂が良くないですか？砂の中にはあの環境ホルモンとかあと、はい、うちの研究室でも明らかにしたんですけども発ガン性物質も入っています。はい、うわあやだなあ。最悪じゃないですか。そうですね。だからマスクが必須ですね。はい。うーわあなんだそれ中国そんなんなんですか今。 でもあの中国政府はその荒れた草原を、うん、あのさらにですね荒れさせないように放牧家畜の放牧を禁止するとか草原の回復に向けて、はい、あらゆる手立てを取っています。<ー>それで成功しているところと非常に荒れすぎちゃって、うん、なかなか回復してないところっていうのがあります。うんうんはい まあ広大ですからね、はい、ねそうですねすごく広いので、うんうん、だそういうところを守っていくということが、うん、あの中国だけじゃなくて、うん、東アジア、日本も含めた東アジアの環境保全にとっては必須だと思うんですね。はははいいいうううわわそそなななんだうわなんかそんだか めめちゃめちゃゃゃ一時情報じゃないですかそれ <laughs> ただいろんな研究者が筑波大でもたくさんの研究者が、はい、あの中国内蒙古やですね、はい、あのモンゴル国に行ってさまざまなあの観点から研究をしていて、はい、そしていい成果を上げつつあります。はい つくば大ってじゃあ何もうアセアン諸国をもうほぼうあ,あのはい東南アジアもかなりいろんな先生方が行って調査をしてます、うん、私もあのミャンマーとかですね<ー>あの<ー>学生と一緒に調査をした経験はありますええー、すげえうわーそうなんですかいや面白いなー、はい、田村さん本当面白いわえミ、ー、ャンマーどうでした <laughs> 僕ミャンマー行ったことあるんですよ素晴らしいところですねえミャンマーはあの 何でしょうあの仏それで非常にあの経験な仏教徒も多くて、うん、寺院もあって、はい、そしてそういうせいか分かんないですけど天然なんでしょうあの臨床ですか生まれ変わりとかそういうのを信じていますから悪いことをしてはいけないっていうことは思想的にあるんだと思うんですね。はい、そうするとやはりあの あと仏様を敬うようなそういうようなあの非常にあの悪いことはしちゃいけないんだっていうのが全国民に浸透しているんだと思うんですけどもあの夜歩いてもですねあの東京も夜中歩いても平気だって言ってますけどあの例えば。 ラテンアメリカとか夜中に絶対歩くなとか私サンパウロ周辺も調査したことあるんですけど危ないってて言われてるんですね。<ー>あの強盗がたくさんいてでもミャンマーはそういう面ではすごく安心できるのとあと寺院がすごく綺麗で、<ー>はいで。あの 寺院ですねお寺ですねお寺はい昔々のお寺のそういう遺跡もあるんですよたくさん非常に綺麗でそれでミャンマーの人たちも非常にいい人が多くて今うちにミャンマーから留学生も来ているんですけどそうですの非常にやっぱりいいんでしょう学生ですねそれでそういう国で育った学生っていうのはやっぱり あの心根も優しかったりよくて、心根もよくて。はい、日本に結構順応しやすい感じですかね。そうですね。あの日本のことも大好きだと言って、私が受ける時もミャンマーから。 あの日本に留学したいですというメールが来たんですけども私はミャンマーが大好きですというメールで、えー、返事をしてしまいましたね。いやいやいやいすごいな、はい、東南アジアにはいっぱいいい国がたくさんあると思いますね。僕は先週、はい、あの大阪観光大学、はいえー、野球部の合宿に帯同しまして。<laughs> はい 岡山県のクラク市にずっっと行ってたんですよあそうですすよそうかあの僕の先輩が、はい、まあ元ライブドアの副社長なんですけど<ー>その人が今大学の常務理事になってナンバーーなんですよすごいですねで,で野球部の部長もやっててっで野球部でブランディングしようとあすごいですねなていうかというと<ー>大阪観光大学ってな、はい、くなる大学あの予想ベスト20位に入ってたのが <laughs>、はい、今あの、えっと、国際力世界ランク29位までたったの1年間でこの僕の先輩が上げたんですよ すごいですね。すごいすごいですね。びっくりしました。だから。はい。あの、そ、まあ、その先輩に誘われて、ちょっと野球部の取材してくれみたいに言われて。カメラとか機材持って、ーっていって、もう球場でドロン飛ばしたりとか、勝手にして。あすごいですね。もう合宿に帯同しましてよ。本当に。あの、まあ、いろいろ勉強させてもらいましたけれども。そうですか。はい。でも。そもそも筑波大学の方が、国際力も相当高いんじゃないですか。宇宙もありますしね。あの。 あのグローバル人材育成というのを柱の一つに掲げて、はい、それをミッションのもと、はい、全教員が、はい、あの一生懸命教育研究にそれであのその国際化については、うん、あの非常に高いあのスーパーグローバル・ユニバーシティっていうのに選ばれているんですけども、はい、その中で文科省の評価は非常に高い評価を 筑波大学を受けています、えー、あの留学生もたくさんいますし中国人だけで100か200名以上いるんじゃないですかね留学生が。はい、うちの研究室にも、うん、あの10名前後いますけどたくさんの留学生が、うん、あの筑波大学で学んで、はい、そしてその まああの大学院で、うん、あの例えば博士号を取って、はい、そしてまた祖国に戻って祖国のために尽くすという非常にいい流れができていますい、ね、すげえ <laughs> あの私も,も、はい、あのたくさんの国々の、うん、あの学生を預かってそれで将来は、うん、その日本の技術を身につけて、はい、そしてあの 祖国に戻って祖国のために、うん、あの役に立つ人材になってください。と、そして、その祖国と日本との架け橋的な存在になってください。ということを言っています。それと、やはりやっぱりすごくいいのはあの。こちらも中国がすごく身近だし、中国の留学生多いので、中国の留学生も日本が大好きになって、はいはい、そういう流れ。そういう人的交流。うん、それで学術的な交流。これが進んでいけば、はいはい、やはりそれが元に。平和が。 あの、うん、実現可能になるんじゃないかなとまあそうです、ねまあ、国と国という政治的なものではいろいろあるかもしれないですけどもやはり人と人のつながりというのが重要で、うん、そういうことの教育研究を筑波大学は担っているんだと思っています、うん、ああ、はい、なるほどいいですね筑波大学に声本買って作れませんかね <laughs> 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 あのた <laughs> あの私もあの宣伝してて、ええ、あの声ボンヌで弾くといろいろ出てきますよっていうのをやってっみ,んなみんな検索します、ね。あとでねお渡ししますけど QR コードを使った、はい、中国人 QR コードに慣れてますから僕ねあのこれその大阪観光大学の理事とも話してたんですけど、はい、あの文学交流っていうのもあると思ってて。 要はですね、はいはい、中国でまあ日本人の一番メジャーなのって三国志じゃないですかはいで三国志で日本人好きですよね、はい、大好きです私もそれによって中国に興味が湧きますよね、はいはい、そうですねそれと一緒で、ね、中国にも必ず文学ってのは存在しますよね、はい、要は青空文庫みたいなものがおそらく中国にもあったという仮定をして、はい、その中国の文学を、えっと、中国人日本語を学んでいる中国人が日本語を訳して その人が朗読してもいいし日本人が朗読をするとあすごいですね。で日本の文学脇川龍之介なんかを中国の人たちが朗読をするあですよすごいことですね。要は今起きてることとかもちろん今おっしゃってる留学をすることによってもちろんいろいろ日本を好きになるっていうのは今のことだと思うんですけど大体その日本語学校からアルバイト先に派遣をしたときに。 あの日本の文化を知ららないから返品されていくんですよほとんどの人たちが<ー>これ1回相談されたことがあって、はい、日本のルールをが分かる動画を作ってくれないかって依頼を受けたことがあります、ね。あ<ー>はい で実際にあの文学を知るとですね、はい、日本人の考え方とかってすごいわかると思うんですよだからそれお互い中国人ってこういう考え方なんだってあるじゃないですか<あ>結構ドラ,イ、はい、ドライな部分もあったりとかあそうですね三国志を見るといろいろわかるじゃないですか、はい、それと一緒なんですよそれで文学交流をすることによってその国なりがわかると。 そういう意味でこういう文化をつけていただきたいなと。名前がちょっとすごいですえ、なんとかちょっとお堅いやつにして音声なんとか研究なんとかしてみたいな感じで。でも中国の文学を日本に紹介するという面ではすごくいいことだと思いまってそうですね。 そう本当にあったと思ってますからねみんな。あ三国志演技という演義でなってますよね。演技ですよね。でもそれをだいぶ小説化して、そうですよあのはい吉川英治文庫に吉川英治ね。そう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 なんですよ。吉川英治のもうね著作権切れてるんで、あそうなんですか。切れてます。あのなんで吉川英治の作品は実はもうボイスブック化されてるんですよ。あのうちうちのクライアントでもやってます。あんなあれ全冊やってる。うわ大変な作業ですね。 あとあ大変ですね、はい、頭のおかしい役者がいまして、はい、あれ全部暗記してる人がいるらしいんですよ、はあ、素晴らしいですね、はい、それを一人芝居でできるらしいんですよすごいですね頭おかしいですよね <laughs> ああでもすごい熱情を感じますねでも三国志を暗記してるんですよすごいですねすごいですよねはい それだけで一食食べていきますからね、もう呼ばれますからね、そうでもう中国人交流会とか言ったら、もう絶対呼ばれますからね、まあそういう人もいますけれども、まあ文学交流も含めて、ねあの地質、でし土壌ですね、土壌学の田村けんさん、頑張っていただきたいなと思います。はい 今日はいいっぱいね、この筑波大学の魅力も、はい、これ、はい、筑波大学のプロモーションにもなったらいいな。そうですね、はいはい、<laughs> ということで所、はい、さんなんかちょっと最後にこの作品、はい、今日読んでいただいた作品の紹介全然してなかった<あ>はいはいあのー、私はこれを読んで読む前は初めてだったんですけども、うん、ケーベル先生の告別、はい、夏目漱石があのやはり何、あのー、でしょうその書いたものとしては非常に。 心がジーンとくるような、うん、その自分が尊敬している先生が旅な、うんでしょう帰国される、はい、そういう時にあの、まあ、弟子として、うん、またその若手研究者として何ができるだろうかと、うん、そういうことをあのすごくあの文章から読み取れる読めば読むほど深いなというふうに感じました。<ー>あのずっとと読んでいくと、うん、あ これ淡々と書いてあるんだけれども、すごく、あ、あの先生のことを思っている。うん、ケーブル先生のことを思っている文章だなと、いうことが、あの、分かって。はい、あの、最後はすごくジーンとする、そういうような、あの、文章だと思いました。<ー>はい、ぜひ、あの、聞いていただきたいと思います。はい。はい、いや、教授、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。<laughs> <laughs> ということで、田村健一さん、また引き続きよろしく、はい、お願いいたします、はいあ。どうぞよろしくお願いします。